はい、どうも皆様こんばんは、こたばばです。よろしくお願いします。はい、それではレビューしていきたいと思います。はい、今日ね、レビューさせていただくものは2日前かな、ぐらいに我が家に来て2日間がっつり使って、その中で感じたことを、軽く紹介したいと思います。それが1番のお話、あと2番は個人的なね、お話になるんですけど、すぐ終わりますんで、よろしくお願いします。それではね、やっていきたいと思います。それでは、スイッチオン。はい、それでは、お話しさせていただきます。今日はですね、先日ね、ビクターから出ました、こちらのね、イヤホン。っていう、耳掛け式で、ながら聞き用のイヤホンなんですけども、これをね、丸2日間ガチで使ってみて、使い続けてどうだったかってことをちょっとお話しさせていただきます。ですね、まずスペックを振り返りをしてみたいと思います。はい、ビクター、ATA の NP35T、通称イヤホンですね。こちらが、1万と飛び585円でした。右穴を、塞がない、そして、新構造の完全ワイヤレスで、開放感と周囲の音が聞こえる安心感がありますということですね。で、そのおかげで、耳へのストレスも、少ないと思います。はい、そして、大口径の 16mm のドライバーを搭載しており、バスレフ構造にもなっているので、高音質なサウンドクオリティとなっております。またね、ここなんですけど、指向性コントロールによる少ない音漏れっていうことで、これはね、ちょっとまたお話ししますね。で、太陽コーデックがね、SBC のみっていうところがあったんですけれども、それも後でお話しさせていただきます。あとは、まあ、あれかな。バッテリーで17時間、ケース込みでね、使えるっていうのは、まあ、結構いい感じかなっていうところですね。はい、製品内容、スペックですね、おさらいした内容はこんな感じになります。はい、それではですね、まあ、2日間ガチで使いまくった私なりのね、結論なんですけども、まあ、約2日間か、とことん使い倒してのガチレビューっていうことなんですけども、まず1番、音質に関しては、低音域は三角です。で、中音域が20〇、高音域が〇です。やっぱね、低音はちょっと厳しいですね、これはね。2番目、装着性安定性、ここに関してはフック式なので意外とね、外れませんでしたよ。はい、1回だけ L 側のがポロッと落ちた時あったんですけども、まあ、それはね、俺の耳の形でちょっと特殊な形をしてるためなんで、通常のね、型は落ちないと思います。はい、で、3つ目がね、まあここですよね、音漏れ。このね、音漏れをね、嫁さんと一緒に、検証して確認してみたところですね、音量、デバイスの方のね、音量マックスにしてもあまり漏れてないって言いましたね。で、ちょっと漏れてるんだけど、環境音に、と溶け込んじゃって、ほぼ聞こえないよってなって、ほぼ聞こえないよっていうふうに嫁がね、言ってました。で、自分はね、実際逆に聞く側になって聞いてみたら、リンクバーツ、ソニーのね、リンクバーツとかは、がっつり漏れるんだけど、こちらはね、もう、耳に引っ掛けるだけなんで、耳穴もね、ズボッといっぱいなんで、結
構ね、聞いてるとね、没入できますよ、作業に。本読んだりパソコンしたりするときに、うん、これ1台あるといいなって、純粋に思いましたね。はい。で、4番聞き心地なんですけども、まあ、スピーカーのようなね、ステレオサウンド、こんな感じになってます。まあ、ドカーンとでかい低音がね、出せるかって言ったら、そこまではいかないけれども、あ、これぐらい頑張って低音しっかり出してるんだな、注意がそれなりにあるんで、音声なんかはね、結構クリアに聞こえますね。はい。で、最後5番なんですけど、これ押す?押さない?っていうところで、最初のね、レビュー動画では、押さないって言ったんですけども、すいません、電源撤回させてください。押します。うん。押す理由は、ガチで使って良かったということと、俺がね、ビクターオタクだっていう、その部分を除外しても、聞き疲れし、本当に聞き疲れをしにくいんですよ。で、単体でバッテリー7時間持つんで、リモートとかね、そちらにも全然使えますし、うん、正直ね、もう、ファーストインプレッションはちょっと、インパクトが、わからなかった部分あるんですけども、まあ、使い込んだ上でね、レビューさせていただくと、これは押していいんじゃないかなというふうに私は思いました。はい、お話の2個目になります。これはですね、思いっきり個人的なことなんですけども、昨日の夜ですね、チャンネル登録者様の数が400名超えました。ああ、もうほんと嬉しかった。自分もね、こう、ね、僕みたいなパンピンついてくれる人が400人もいるってほんとすごいよね。セリフは噛むし、なんか態度は悪いし。はい、ここからはね、茶番なしで、ちゃんとね、お礼を言っていきたいと思います。チャンネル登録者400名達成することができました。すべてね、皆様のおかげで、ここまで来ることができました。本当にありがとうございます。まあコロナの関係もありまして、YouTuber さんの数自体が増えてきている。そういう中で、私がね、ガジェット中心にやらせていただいていますけども、そんなね、私についてきてくださる方が400人もいらっしゃるんですよ。これはもうすごい。もう本当にね、本当に泣きそうになったんでね。もうすぐね、1年と 8ヶ月ぐらいになるんですけども、初めてからね、いろいろなことがありました。本当に。コメントでね、やり取りをすることで勉強になる方とのやり取りなんかもありましたし、僕より全然ね、知識、経験、その辺がものすごく、俺のね、足りない部分を補ってくれる、そんな視聴者様もいらっしゃいまして、間違ってるよっていう時にはちゃんと間違ってるよって言ってくださり、で、いいよ、いい感じだよっていう時は、またそこでね、いいよって言って、今、400名ご登録いただいていますけども、本当にね、ここまで来れたのは、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。拙い動画で、中にもちょっと薄いね、感じで、いろいろね、これ、例えばカメラの設置の仕方がちょっと甘いんじゃないのとか、いろいろね、僕の中でまだまだこう改善していかなければいけない部分はあると思います。で、もしね、それがちょっとわからない時には、皆さんの知恵を貸していただいて、YouTube を通してね、そういうやり取りをして、建設的な方にね、行ってくれれば、
それだけでね、僕はもう最高です。はい、情報を発信する側になってもいいのかなと思って、まあでも最初は本当に本当に恥ずかしい動画で始まってますけども、その時のレベルはちゃんとその時のレベルで非公開にしないでちゃんと残してありますんでこんなのあげちゃおやばいよっていうのはねあるんですけども、はい、次はですね500名まで頑張りたいと思います。まああれですよね、マイペースでまあコツコツとやっていこうかなと思っております。あとですね、トレンドものであったり、まあ新商品がねこれから秋とか11月とかね、その辺のところで動きが出てくると思いますので、新製品がね出たら、金額と相談してできる限り、レビューさせていただこうと思っております。はい、皆様への感謝ということでちょっとお時間をいただきました。これからも応援よろしくお願いします。はい、それでは本日の、動画ここまでとさせていただきます。最後まで、ご視聴いただき本当にありがとうございました。今日のレビュー良かったよって思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価をいただけるだけでね、僕の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、バキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、自分のね気持ちもね、この400っていう数字にもうおかげでね、もうバリバリ元気になったんで、動画の方ガンガン作っていきます。頑張りますんで皆さん応援してください、よろしくお願いします。それではですね、本日の動画は以上となります。私とはね、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、はい、皆様の日が、良くなりますように願っております。はい、それでは、See you!